中共海軍司令部の元中佐、養成氏は、台湾上陸後の燃料補給問題を解決するためには、大型輸送船を接岸させて、台湾の港を占領する必要があると述べました。また、中共軍が研究した結果、台湾に上陸するには、北部の林口と淡水、そして南部の高尾の3つの地点が考えられると付け加えました。 これに対して台湾側はどのような準備をしているのでしょうか今年の台湾軍事演習は中共軍隊が台湾淡水河口・八里ビーチ・台北港に同時に進攻することを想定していました台湾軍は港の奪回上陸阻止・河口防衛などを通じて中共軍の台北入りを阻止する演習を行いました <music>